皆さんこんにちは、ゆずきしろです。はい、ということで今夜もデイブ・ザ・ダイバーのお時間やってきました。時間が夜になってしまいました。ちょっとね、さっき死んじゃってやり直そうかと思ったんだけど、そういうことはできないんだね、このゲームね。なので2回釣った分がございません。まあじゃあ夜のお寿司の部に行くか。だから今日は9日目と10日目をやりましょう。はい、夜の営業ね。あ、そうそう、そういえばスタッフどうなった？スタッフ、厨房スタッフがね、採用がいるみたいな。あ、いるぞ。料理85、いいじゃん。採用したい。採用で、採用費が足りない？高い。やだ、お金足りない。お前、ただじゃないんや。ただじゃないんや。お金足りないわ。残念すぎるな。じゃあ今日も京子ちゃんと二人でやるしかないね。お金ちょっと用意しとかんといかんわ。悲しいけど。ウツボを使った料理もなんかできるようになったっぽいから。ウツボもね、どっかで手に入れないとね。ウツボってどうなんだろうと思って戦ったことあんまないんだよね。はい、一応今日は昼の分にだいぶお魚釣ってきたのよ。うん、何で行くか。ローニアジ強化は？ああ、10匹使うんだ。ローニアジをね、ちょっと何個？ 6 個ぐらいにしとくか。ローニアジメニュー6追加。はい、次がね、どうしようかな。調味料があれば、ある？じゃあ、ところてん1個、まあ、5個ぐらい。うん。いいんじゃない？で、強化できそうなのが、これか。まあ、これ強化に回そう。はい、OK。で、他強化できそうなのにないか。今回はね、大物ばっかり釣ってきたのよ。大物ばっかり。どうすっかな。シマアジもね、高い単価のものがあんまりないよ。あんまりないよか。マジか。困ったな、これ。あー、これ一切れしかないか。イカも2切れしかない。ちょっとね、重たいものばっかり。あー、これいくか。34個必要か。これいこう。お世話になっています。まあ9貫ぐらい。個数がいてお金になりそうなものが全然ないよ。1貫だけいくか。じゃあこれ1貫。これも2貫しかないんだよね。でもう1個いけるから、何にしよっかな。これだと4貫いけるね。こっちだと安いけど5貫いけるか。シマアジはちょっと強化しとくか。となると、シマアジは選択肢から外れてしまったので、そうだなぁ。こっちのサバ、1貫しかないもんね。こっちは強化しよう、じゃあ。はい、強化します。だから今日はこっち、サバを4貫。はい、これでお願いします。営業開始。頑張ろう、キヨコちゃん。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。キョコちゃん、私お茶入れるから、後のやつよろしく。キョコちゃん、ガンガン持ってったってね、注文。ちょっとね、厨房のに人も足りないの。キョコちゃん、頼む、急いでくれ。
よしよし。どっちから行く？遠くから行く？京子ちゃん急いで。お客さんもお待ちよ。はい。お待たせいたしました。京子ちゃん急いで。京子ちゃん頑張れ頑張れ。いけるいけるいける。我々ならいける。やべえ怒ってる怒ってる怒ってるめっちゃ怒ってる。お客が帰ってった。待って待って待って。お待たせいたしました。休憩しとくか。よし、キョコちゃん急いで。キョコちゃん急いで。お客さんお待ちよ。は、いないんだけど、いないんだけど。もう、いなくなってるわ。やべ、するしかないな、これ。ところてんの、お客様もいなくなってるわ。やっぱ大変だねこれ。厨房の人数足りてないわ。あーここは限界だね。ここは限界。京子ちゃんと二人だとここが限界だわ。厳しい厳しい。もっとさばかんとね。はい、10日目よし。今日はコンピューターチップとかを手に入れたいな。で、その前にクックスターか、今の。あ、これだ。イカが忘れられないってさ、いいね。よし、こんなもんかな。エコウォッチャー。エコウォッチャーね、あと20ポイントあったらね、報酬もらえるんだけどね。あ、クラゲいけてる。10ポイントか足りない。あーカサゴ1匹足りない。カサゴ取ってこんといかん。これあと天気ね。昨日は天気が悪かったんだ。明日が天気悪いみたいだね、どうやら。ただね、今日採用したいからね、お金は採用に当てたいんだな。だからこのままお金貯めとこ。じゃあちょっと海流の流れる場所にたどり着けたら回収したいね。ちょっとだけね、お魚も手に入れときたいな。今日の夜のお店で使うやつが欲しい。今日の夜はちょっと厨房スタッフをね、一人雇いたいところだな。まだ採用してないからさ、果たしてどうなんだろうね。いてくれるのかしら。攻撃当たんのかな。やっぱ当たっちゃうか。あいて攻撃されるな。すごく痛い。あ、うちのメインにもなってるこの方。あの子ちょっと手に入れとくか。あれちょっとね、食材として結構さ強化してるからさ、美味しいっちゃ美味しいんだよね。ちょっとタフいからダメージ入れるの大変だけど。昨夜もね、こちらご提供させていただきましたんでね。いや、もう夜だそう。うちのエースの商品だからな、あれ。さーて、今回は流れる海流のとこに行きたいから、ちょっとあんまり下の方まで行くのやめとこうかな。ちょっと海藻も回収して。
フグ欲しいね。ちょっとフグ2匹ほど欲しいな。両方いただくか。危ねダメージ食らうとかだ。痛い。ちょっと近かった。痛い。毒になっちゃった。危ね。分かってるぜ向こうの動き。対処してこちゃんと。そのちっちゃいのもね手に入れとくか。ほとんど手に入れてないんだよね。あー強化か。こっちにしてみるか。うん、ショックのやつもいいんだけどね。あらら、酸素がなくなってきたか。この近く多分酸素あるんだ。ビリビリスティックか。ビリビリスティック、あったあった。あれだ、あれ。ふう。多分この真下が流れる海流があるんだよね。でもちょっとその前に調味料とかが多分この近くあるから、それだけ回収していきたいな。ちょっと草も回収して、海藻かな。ほとんど手に入れてないだろうから、ちょっとちっちゃい系もほんのちょこっとだけ。あ、いいね。大物から逃げるときに助かるな。調味料ないかな。できれば黒酢が欲しいところだが。入ってるかな黒酢。やった、クルーズだ、助かる。あ、重たいな意外と。 0.8 キロするんだ。意外とするな。ウツボね、ダメージ食らわないね。あ、うちのメインの料理だ。うちのメイン料理。これビリビリスティックいいな。よしよし、大量大量。あー、そっか、酸素か。一回ね、じゃあどうしようかな。使っちゃう。もうちょっと探索してから使うか。そう、クラゲいただいとくか。今21キロか。まだ全然余裕あるね。よしよし、こんぐらいか。酸素全然余裕があるな。まだ使わなくていいかな。あそこに一応置いてあるってことだけ覚えとこう。やべ、クジラじゃない、サメ。あのサメと戦うべきじゃないかな今日は。お、長距離か。あー、どうしよっかな。こっちを交換しとくか。うん、長距離水中スクーター、こっちの方が上じゃない？あ、カサゴ欲しかった。痛い。酸素がなくなるからやめてほしい。ちょっと待って、酸素使ってくるか。あのサメは今日はちょっといいからな。それともサメやってくるか？あるよ、そういうの。
さないか、ちょっと厳しいか、来てみろよこっちって。相手の動きさえ分かっちまえば怖くもないぜ。あ、意外とサクッといけるな。よかった、大物ゲット。やったやった。いやー、今日はちょっとじゃああれだね、サメ料理とか置けそうかも。お、歯ゲット。歯いいね。どうしようかな。まあもらうか、玉。ちょっと酸素一回使うか。使って回収して、流れるね水流のとこ行かないといけないから、このままちょっとやられなければ下まで行きたいところ。あ、イカいるな。ちょっと良さそうなお魚さんたちがいっぱいいるな。当たらんのかい、全然微妙に当たらんのか、そこ。ちょっと微妙だな。今日のなんか夜のメインになりそうな食材はありませんか。一応ね集めてる、あ、これ集めてる、そのちっちゃいの集めてる。光線的な敵がいる。え、もう早いね。あ、目味、目味もちょこっといただこう。ちょっとでも重量やばくなってきたな、これ。なんか捨てた方がいいかな。ん？あー、持ってないかな。眠らせるんだね、これ。体がちょっと重くなってきてる。ちょっとまずい。なんかしてる？浅瀬の方でちょっと手に入れたお魚がやっぱいらないかな。これとか。ペ、意外と重いんだよね。これも。はい、ちょっとだけ軽く捨てて、まあこれぐらいかな。つってもそこまで軽くなってないからさ。玉か。そのちっちゃいお魚はなんか使えそうだから持ってこう。あ、骨だ。これ欲しかったやつじゃない？欲しかったやつ、探してるやつ出た。でかいのいる、また上。あれやるか。そうね、流れる水流探してんだわ私は。あ、こう鍾乳洞か。やばい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 。やばいやばいやばい。向こうはちょっとさすがに厳しいかな、行くの。あ、海豚。あった。でもちょっと大変だ、そっち行くの。ブーンとな。なあ、その下のとこ行きたい。下のとこ行きたい。やばいやばいやばい。タリンクなっちゃう、タリンクなっちゃう。一回ちょっとここで休憩しよう。ギリギリ耐えて、ギリギリ耐えて。行くぞ、ゴー。大丈夫大丈夫、耐えてる耐えてる耐えてる。
蹴る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 。よし、入った入った。これか。おお。え、重量結構きてんね。重たい。危ない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 。こっから下は深海か。いや、まだいける。ちなみにここら辺で死んだんだよ私さっき。ちなみになんだけど、ものすごいバカでかいね。あ、これ沈没した船じゃないこれあのさっきものすごいバカでかいサメにやられたんだよ。ものすごいでかくてね、びっくりしちゃったんだな。何入ってる？お、あ、睡眠か。いいんじゃない、ちょっと睡眠にしてみよう。強化ダメージ、いやダメージかな。眠らせても捕まえられなかったら意味ないもんね。あ、酸素あるな、助かるな。どでかいやついるかな、不安なんだけど。タムか、まだちょっと全部使ってないんだけどね、回収しとくか。ちょっと酸素も一回回復しとこう。あとはモーターとカメラレンズさえあればって感じだけど、さすがにちょっと重いっぽいね。この状態でやばいとこ行くとやばいからな。すまん、そこのローニアジ犠牲になってくれんか。重すぎて全然進めない。あ、いる、やばいやついる、やばいやついるあれに殺されたのよ、ちなみにだけど。やべえな、絶対殺されるでしょ。やばすぎやばすぎやばすぎ。そこのロニアジが欲しいくらいなんだけど、怖いな。そうそう、そっちの方に逃げてくれれば。後ろにいるんだあいつが、怖すぎる。ガブッと死ぬんだ。いや、ほんとこっち来ないといいんだけど。今日はこの獲物を取ったら帰ろうか。強かったね。5キロローニアチ。あ、まだ持てる。ギリギリいけそう。メアチ、もうちょっと小魚ちゃんいける。あの本当にやばいやつがいるからさ、緊張感がある。やべ、上にいる。あんまり変なことできないね。おお、もう限界か、帰ろう。よし、限界まで取れればこっちのもんよ。あとは帰るだけです。さて、これで一回帰って、お、ハッシュダーツがいったね。これで研究できるね、どうやら。開発できる。ついでに骨も手に入れたのでかかったな。よかったね。うん。あ、そうだ、今回大物がだいぶ手に入ったんじゃない？うん、眠り深意外といけるね、お魚、サメ。オニカマスもね、ちょっと毎回集めときたいな。で、ローニアジがね、結構高いのよ。だから集めてんだ。シマアジは昨日強化したからちょっと単価上がってんだよね。し、もう一回行こう。
横島サワラもいいんだけど重たいからね、中域のお魚ちょっとまだ全部は持って帰れないな、重すぎて。この浅瀬のお魚もね、なんか捕まえて強化とかガンガンできればよかったんだけど、すっ飛ばしちゃったもんね。さーてと、調味料とか入ってるといいな。塩、醤油とか黒酢を探してる。今日もちょこっとだけ、あ、いるなあれ、うちのメイン食材。あ、助かる。おつ、でもこれで撃っちゃうか、バン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 。軽く攻撃当てつつ、いた、やばいやばいやばい、やばい、酸素がやばい、酸素がやばい。まとめてやろうと思ったのが間違えてたな。8キロぐらいだったら軽いね。ちょっとぶっぱしまくったな。でもうちょっと撃てるんだよね、あと2発。お、今回燃えるやつか、いいでしょう。あと2発撃ってくるか。どこで撃とう。 あれでもそんないらないな。あ、カサゴ欲しいな。やっぱ撃つか。あれ死んだ。じゃその魚も集めてるんだけど、イカか。イカはねまだ強化してないんだよね。間違えた間違えた間違えた。今、OK、この魚も欲しいな。イカが欲しい。 SD、 OK、 ちょっと取ってんだよね、この魚。 SA、 はい、 OK。 そこに残残のか、どうしようかな。流れる海流があるね、下。 BA、 遅すぎた。これいいんだけどさ、D、 D、S、 間違えた。間違えるんだ、キーボードのやつ。出てくる文字が違うから。 W、 D。 あ、これじゃ集めてんだ。ちょっと S、W、 はい、OK。 あ、わかめ、昆布か。昆布ももらっとこう。そのうちなんか料理しそうだしな、なんとなく。欲しかったな。一匹と言わず何匹かいただけたらいいんですけどね。 W と S。 あ、集めてるやつがいる、ここに。 D、 D、 D だったり。 A、 A、 こんぐらい。こっから流れるさ、釣りのとこに行くからさ。あ、いるわ。カマスだっけ、サワラだっけ。鬼カマス、あ、鬼カマスに集めてんのよ実はね。これもなんかそんなに重くなくて軽くていいけど、どうなんだろうね、値段も出てる。いや、値段はさすがに書いてないか。なるべく同じ種類のをね集めてんだよね。 A、D、 メアジ、メアジもちょこっと取ってんだ実は。 S、D、 はい、メアジ 0.6 キロか。
ちょっと待って、あれだけ欲しい、この3匹だけ欲しい。 WD 間違えた、間違えるな。 WWW、OK、D、S、あ、酸素ちょっと回復しとくか。あれ、まだいるわ。ちっちゃい。こんだけ持って帰ったら強化ができるかな。S、T、D、W。重量来てるね。ああ、ハッシュダーツか。眠り系はちょっと使ってないんだよね。ちょっと重さあると大変だから、ちょっとこれ一回捨てるか、うん、これで軽くなったね。帰り時ぐらいに重くしたいね。やばいやついる。一回上、一回上。あれには勝てんから、まだ戦ってもないし、勝てる気がしないからな。さーて、今回も流れる水流のとこ行かないと。あー、あれだったら勝てるんじゃない。ただ重量的な問題がどうなんだろう。いた、いた、2匹おるんかい。1匹じゃないんかい。やべえ、いやー死んじゃう。お助けよう。やべえ、なんだ今の。やばいやばいやばい、あれだ。危ねえ。だってどんだけ追ってくんのよ。勘弁してくれ勘弁してくれ勘弁してくれ。ほう、あぶねえ。ちょうど欲しかったもの見つけたわ。持てる？まだいける？ちょ、もう一個あったんだよね今下に。そっか、ここ流れるところなんだ。あれあれ、これ集めたら終わりだ。いや、よかったね。助けてーってなった結果、助かったな。いた。さっきはよくもね。鬼カマスゲット。重量来てるな。やるか、鬼カマス。ミスター。やれんかった。重量がやばい、重量。死ぬ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 。鬼カマスに殺される。お助けよう。はい、酸素回復します。死ぬかと思った今。鬼カマスに殺されたかと思った。ってやる。あともうちょっとでいっぱいになるから、いっぱいになったらかえるっと。3キロか。あれ、いっぱいだ。マジか、いっぱいかも。確かさっき下に帰るとこあったんだけどね、下行けそうにないな。しゃあない。あれ、骨があるぞ。あー、これ集めてるやつだ。どうしよう、なんか捨てないと。でも結構集めてるのいっぱい手に入れたの。これいらないな。ペッ、
モテる？あ、モテそう。わー、やった。ただ帰るだけなんだけどね。ここら辺から帰れるんじゃないか。もうほんのちょこっとだけ何か持って帰れれば。何色の貝？青か。青持ってんだよな。あ、いか、あ、カサゴいるじゃん。カサゴね、ちょっと持って帰りたいんだ。どれ？お土産にカサゴ。なんかここら辺で帰れそうな気がするけどな。茶色か。茶色持ってたっけ？いっぱいになった茶色でいっぱいになったか。じゃあもう持って帰れんか。回復します。なんとなくこの下ら辺に回復じゃなくて帰れるところがありそうな気がするんだけどね。なかったらやばいな。本物がいそうな香りがする。ちょっと見えないからやめてほしい。あったあった、やっぱあった。あそこから帰るっと。あ、ちょっと待って、なんか見たことない武器入ってるかな。ちょっと開けようか。中身を拝見。持ってるかな。帰ります。楽しみだな、夜のお魚。今日は採用できそうだ、お金があるから。厨房スタッフね、厨房2人、ホール2人って感じで 2-2 で接客できればね、最高なんですけど。おお、でかしたな。これならドローンを飛ばすことができるぞと。ふむ、君だいぶ疲れてるみたいだな。ガハハハハ、海中の中をぐるぐる回ってきましたからね。ガハハ、なるほどな。ドローン修理で飛ばすには時間がかかるから少し待っていてくれ。明日の朝にはなんとかなってるはずだ。それまで用事でも済ませておくんだな。はい、いろいろゲットです。ありがとうございます。よし、大量にゲットしたからね。今日は大物ばっかりだ。うん、よし、送って。さあ、お店行こう。夕方営業。スタッフ雇わないと。まだ雇えるかな。さて、スタッフの採用について。この人を雇いたい。うん、料理のスキルがだいぶ高いね。はい、採用です。はい、サインします。で、一旦ね、戻って、で、ここだね。厨房スタッフ、こっちだね。で、ここに洗濯ね。で、もう一人も採用するか。配膳。まあ今のところ人手が欲しいからね。即採用です。はい、採用いたします。で、スタッフさんね、こっち、この子か。はい、京子ちゃんと、あのジャンディーちゃんと、ただジェームスくんには頑張ってもらいたいと思います。あとはちょっと採用チラシ広告か。テレビ CM ぐらい流す。いや、どうすかな。チラシ、まだチラシでいくか。我々貧乏だもんな。これ頼む、チラシ広告。ちょっと厨房スタッフもう一人欲しいんだよね。33ぐらいでどうだろうね。ただ、そっか、食堂レベルゴールド以上じゃないと採用できないんだ。そっか、そういうことか。まあでも、もし能力高い子来てくれたら、まあ雇うのもありだね。ちなみにちょっと京子ちゃん、配膳もうちょっとなんか、どうなの？教育とかどうなの？めっちゃ上がるじゃん。150円かかるけど。いいよ、やる。京子ちゃんには思い入れがある。京子、教育中。よしよし。上がったね、京子ちゃん。じゃあこれでいいんじゃない。なるほどね。ああいう感じで教育もできるんだ。さて、今日のメニューはですが、
目味をちょっと強化しようか。たくさんね釣ってきたから。よし、なるべく同じ食材をね何個も何個も取っていきたいんだよね。強化しよう。早めに強化とかも終わらせたいね。ローニン味も強化しよっか。まあ5切れぐらいあればいいんじゃない。はい、ローニン味もね。次が15か。じゃあ今日はローニン味を5個。はい、ローニン味5缶と、これたくさん手に入れてきたんだ。これも今日はねお店提供してもありだね。レベル5。はい、次の強化15必要なんだ。とりあえずちょっと値段覚えておこう。33ね。これもねちょっと多めに手に入れてきた、強化したくてね。はい、レベル4ね。あとは島味か。今日はちょっと島味提供しないから強化だけしよう。はい、強化。これは強化できるな。高いじゃん、強化しよう。これうちのメインだからね、わりかしわりかしメイン食材になってるから。あれどれだっけ、どれだったか分かんなくなる。あー、眠り深も強化しとく。眠り深はなんか結構サクッと倒せるの分かったからサクッと倒したいな。あー、鬼化物も強化いっとこうか。うん、30ゴールド以上からご提供したいよね。どうしよっかな今日のラインナップね。あ、強化できる、もしかしてところてん。うわ、めっちゃ醤油使う、めっちゃ醤油使うけど強化できる。強化しよっか。ところてん、じゃあ今日は 6? え、5じゃないんだ、6になったんだ。ところてん出します。はい、高いんでね。あーと、そうだね、眠りから頭か、75か。まあ出そう、頭1個。あ、これも強化しとこうか。これ浅瀬のお魚だね。これもだね、強化。そうだな、一応これで強化もまあ大体できたんだが、鬼カマスをね出すかどうするかも悩むな。単価としてお高いの、眠り深3切れか。カジメも出すか。カジメはじゃあ2つほど、あと2個いけるから。お魚がいいよね。あ、これいけるじゃん、48。ちょっと少ないんだけどね。3。はい、でもう一個いけるから、ここをねどうしようかな。鬼カマスだといっぱいある、こっちも。鬼カマス今回強化に回すか、次回提供するか。だから今日はこっちを出すか。これも多いけどね、ミノカサゴ、これもいっぱいあるわ。あ、ちょっと待って、うちのメイン出してないじゃない。うちのメイン10巻ほど、12巻ぐらいにする。どうせまた手に入れてくるしね。うん、これでいこう。だいぶね高い、一番安いのでも48ゴールドか。いいんじゃないですか。はい、営業開始です。今日はスタッフも増えたからね、これでいけるでしょう。さあ、お客さん来たらいらっしゃいますですよ。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。ちょっとあのお茶やるんで、配膳の方よろしくお願いします皆さん。新人さんがいますからね、新人さんが。あ、京子ちゃん泣いたよ。あ、いい、いい感じ、いい感じ、配膳スタッフいい感じ。さあ皆さん配膳してってね。私あの雑用こなしてんで、やべ、 お茶だっつって。あ、いい感じに回ってるじゃん。いいよいいよ、いいバランス、いいバランス。
ちょっとお茶入れて片付けてでいい感じじゃん。いただきます。ちょっと遠いところから持ってこ。お待たせいたしました。今日はお客さん帰ってないね。あ、いいよいいよいいよ。掃除しとこ。いいぞいいぞ、みんな運んでてもらおう。お待たせいたしました。いや、今回は結構全部届けられそう。届けてるね今回。一人もお客さん帰ってない。ありがとうございました。え、わさびがない。え、何、え、わさびがない。え、わさびがない。何わさびってちょっと待って、初めてなんだけど、わさびがないって何。え、どうしたらいいのこれ。あ、わさびが切れると料理ができない。定期的にすりおろしが必要なんだ。え、どうやってすりおろすんですかこれ。あ、 W で。あー、これやんないといけないんだ。初めて出たこれ、わさび切れ初めて。ちょっとお客さん帰っちゃったね、わさび切れちゃって。うわ、すごすごいねこれ。すべてが霞んで見える金額だと。ありがとうございました。はい、ということで、じゃあ今日はねこの辺で、長くなっておりますので、この辺で終わりたいと思います。ということで、また次回ねこちらのゲームやっていきたいと思いますので、最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ゆずきしろでした。最後までご視聴いただきありがとうございます。まだチャンネル登録してない方は下のチャンネル登録ボタンから登録よろしくお願いします。